はい、めげくんです、今回はアウディの車内画像になります。まあ、アウディはね、ラモルギーニと兄弟車、市販車は兄弟車ですよね。レースカーも兄弟車なんですかね。まあ似てるっちゃ似てるんですけど、まあ、メーター周りは若干違うのかな。内装もほんの少し違う感じですけども、まああとアウディは結構シムレースゲームに結構収録されてて、意外と入ってるんで、どのゲームにもあるっていう感じになってます。それでは最後までごゆっくりどうぞ。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。アウディとか実車だとステアリング真ん中くぼんでるようなタイプのやつなんですよね。だからメーターの位置が結構低いところにあるんで、こういうあのゲームでやるとハンコンが邪魔でメーターが見えなくなって、それを回避するために上に上げると全体が上がりすぎるっていう、なかなか難しいジレンマを抱えた車種ですね。まあそれでもいろんなゲームに全部収録されてるんで、アウディも結構乗りやすい車なのかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。